鼻水出るわ。花粉症だな。外今ちょっと出てきたらさ、すぐ鼻水出るんだよな。花粉症ですわ。はい、ということで、今日はね、六丸を100本釣り上げた秘密のワームをご紹介します。あんまりね、いろんなワームあるからあれなんだけど、近々70、まあ先日の動画上がりましたけども、75センチの10キロオーバーの世界記録、まあそれを釣るのは至難の業なんだけど、60ぐらいだったら結構バンバン釣れてて、でそれがどういうワームなのか、どういうワームが 6が釣れるのか、それをちょっとね、皆さんと一緒に勉強していきたいなと。はい、今いろいろワーム見せましたよね。この中にあります。60が入れ食いになる。まあブラックバスの釣りやってる方にとってはね、60って言ったらもう本当に人生かけた魚で、でそれが100本で出るという、100本釣っちゃってるんだね。まあ信じる信じないはあなた次第で、別に信じてもらわなくてもいいし、ガチですね、これはガチで。どれでしょう、60が100本出てるのは。これかな、カットテール、これかな。さあさあどれでしょうか、さあさあどれでしょうか、当ててください。ほらほらほら、これかな、これかな、これかな。さあどれでしょうか。さあ皆さん、60が100本釣れたワーム、どれでしょうか。これかな、いやこれかな、さあ今出ました、当ててください。これでわからないっていう人はうちのチャンネル見てない人だね。で視聴者さんにね、自分がそのワームを使ってビガバツを連発させたんで、まあ正直入れ食いにさせてる。まあ先日からも50アップ連発させてますけども、まあ大体って僕は釣り行けば大体7割から8割の確率で50アップ取れますよね。だからこの技術で、もしよかったらプロになろうかななんていう気もあって。どう？数字で考えてみて。ね。ただでさえ厳しいおかっぱりからやって50アップ7割8割釣っちゃうわけ。ものの3時間でね。で、ボードに乗ったらどう？いろんなとこ攻めれるよね。そしたら7割が120%になるよね。ってことは、プロとして戦っても、勝てるレベルにあるってことね。まあ、自分の技術が。釣る技術が。場を読む空気が。で、いろいろ教えたいんだけど、バス釣りで、でかい、競技としてやった場合ね。まあ、趣味としてやった人が多いんだけど、競技として、戦いとして、勝つためにバス釣りやったときに、一番大事なのは何？場を読むことだよね。このシチュエーションにパーンってはめるのはあれかなっていうのを、要領よく頭の中で計算して、スパン、この状況だったらあのポイントで、ストーン、ストーン、ストーンってはめ込んじゃうんだよね。そうなると50アップがもう 100% 釣れる。で、50アップバンバン釣ってごらん。3匹4匹釣ってごらん。優勝しちゃうよね。っていうところ。で、一番釣れるワーム。ね、もうそろそろ答え言うわ。こちらです。60が100本出てます、こちら。私がですね、これ、ダムで50アップ入れ食いにさせてて、このワームで。オオサンショウウオと言います。オオサンショウウオ。ね、これ。これで60が入れ食いになってます。これは本当です。だから、昨今ね、みんなね、隠すんですよ。もう、バス釣りしてる人たちってなんで隠すのって。ね。
自分だけ楽しみたいのって、なんかそれちっちゃくねっていう。結構これ僕怒られるんですよ。なんであのポイント言うのとかね。まあポイントは俺は動画ではあんま言わないけど、あのルアー、ワーム、動かし方、これやったら釣れるぞってなんで言うのって。だからその一部の人がなんで答え言うんだよみたいな、これはね本当にちっちゃいよ。うん、そういうこと言う人、あの料理人でもそうよ。当社の秘伝のタレとか、そんなもんね、この21世紀になったらみんなと共有しようよね。え、あだからめちゃめちゃうまいラーメン屋ね、あと先輩特許、音楽でもそう、全部独占したがんだよね。でそれが合法なんだよね。はっきり言われから言うぜ、独占禁止法だよそれは。いいものはみんなと共有して争うことなく生き抜くっていう、こういう風にもう地球規模で変わらなきゃダメだよね。頭の悪いのがやっぱりてめえだけ得したいとかさ、てめえだけ金持ちになりたいとかさ、まあそんなこと考えてもさ、しょうがねえじゃん。うん、だからもちろんあなたの努力の対価でさ、人の10倍金稼ぐまでは認めるよ。うん、ただ100倍もね、1万倍も一人稼いでさ、やったって意味なくね。うん、だから自分ばっかり60釣っても意味なくね。共有しないと、楽しまないとレジャーなんだから。そういうなんていうのかな、釣れるワームを隠したり、釣れるポイントを隠したり、こうしたら釣れるのに隠して教えない、自分だけ知ってるっていうのはちっちゃいぜ、さすがに。今日批判させてもらうわ。うん、ムカついてきたから批判言うわ、頭のいい人間に。すべてね、法律が間違ってるの。憲法改正わかる？憲法改正しなきゃいけないのね。独占禁止法なの。だから著作権をやたらと主張するバカいるでしょ。うん、音楽家にしろ、ごめんね、音楽家の人聞いてたら怒んないでね。音楽家の人って、ね、何にしろ、これは当社の専売特許で、みたいな。ああ、これは私の権利、みたいな。無駄な権利主張してくんじゃねえ、この野郎、つって。地球って、みんなと共存共栄するの。カルテル、独占禁止を禁止。だから自分だけ、てめえだけ得したいなんていう心のちっちゃな人間、てめえだけ生き残りたいみたいな、そういうクソみたいな人間にはみんなならないでほしいな、このチャンネルメンバー。だから俺言っちゃうわけよ。うん、釣れない小学生、中学生見たらこうしたら釣れるぞってコツ教えてあげる。うん、もちろん教えすぎない。うん、最近のゆとりとか悟り頭悪いから。はっきり言っちゃうけど今日。うん。教えすぎたら勉強しない。てめえで学べこの野郎って、頭悪いこの野郎って。腹立ってる今日。ストレス溜まってんだ俺、はっきり言うけど。うん。頭の悪い人間はてめえで考えるこの野郎って甘えてくんじゃねえつって。何でもかんでもね、いいか？はっきり言っとくぞ。わかんなかったら聞けばいい。当たり前の話、聞くのは3回までやで。ああ、頭が悪いもんだからてめえで考えるのがめんどくせえから、何でもかんでも人にね頼んでやってしまうっていうのはちょっとこれは失礼でね。やっぱりね、自分で勉強していく、何でも。だから何が釣れる、60釣れる、どれが釣れるって、これなんだよ、大山勝負なんだよ。うん、で今回のね、この大山勝負がなんでここまで釣れるか、俺が50アップ連発させてんだよね。うん、で60も連発すんのよこれで。ほいで、高橋さん、絶対嘘でしょと。ね。オオサンショウウオが、そんなに釣れないよ、こんなワームなんて言うんだけど、騙されたと思って使ってみたら、自己記録更新したっていう人がもう100人以上来てるね。メッセージ来てます。はい。だから、琵琶湖で60100本以上釣っちゃってるの、これが。あの60がですよ。一生に一回釣れるかどうかの。もちろん、琵琶湖というね、恵まれたフィールド。うん、もちろん昨今釣りづらくなってますよ。ただバスはいますよ。うん、釣れて釣れないだけだから。バスの絶対数もちょっと3割ぐらい減ってるんだけど、釣れてるから食わないっていうことだからね。うん、60は無人蔵にいるんで、琵琶湖にはね。なので琵琶湖で100本釣れてると、今のワームがめちゃめちゃ釣れるということを騙されたと思ってやってみてください。投げ続けてみてください。でリグはね、フリーリグっていうのが昨今いいって言うんだけど、あれ逆に釣れないです。うん、釣果が落ちる。だからやるんだったらノーシンカーかテキサスで、誘い方は僕の動画、見てもらったら、まあ50分の動画見てもらったらわかるよ。あえてまとめない。うん、最近ほんとね、舐めたようなガキが増えててさ、その2分3分でまとめて要所だけまとめてくれみたいなね、時間の無駄だこの野郎みたいな、舐めたガキ増えてんだよ、はっきり言うけど。俺の動画50分しっかり見たらそこに答え隠しといたから。だからそういうね、なんかね、聞く耳がないほんとバカ増えてて今世の中で。うん、釣り師だけじゃなくね、世間でサラリーマンでもそうよ、日本中でそうよ。でやっぱ聞く耳がない人間っていうのは成長しないんだよね。うん、だから50分間黙って俺の話聞けるかって話、それができなかったらそれは釣れないで。は？悪いけど。
で、この動画見てる人は60釣ったことない人いると思うんだけど、なんであなたが60釣ったことないのって。聞く耳がないから、頭が悪いから。わかる？50分でも1時間でも相手はこいつは何言ってるのか、嘘言ってるのが本当なのか、どうなんだどうなんだって、何でも興味持って、どうなんだ本質はどうなんだと。で、じゃあ6が釣れる本質ってここだよねって、最後てめえの頭で考えるこの野郎つって、そういう話なんですね今日ね。なので、もう二度も言いませんよ。うん。6が釣れるワームっていうのがあって、それを投げれば、無尽蔵に釣れますよと。あとね、トップの釣りっていうのはあんま釣れないです。うん。トップ、僕もトップでバカバカ釣ってますけど、このアイウィングとかでね、うん、これでバカバカ釣ってますけど、トップで。トップの釣りっていうのはね、状況があるから、やっぱり釣れる時間帯とかタイミングとか絞られるんでね。もちろんそのタイミングに合った時に楽しさが出るっていう、それがトップの釣りで、超過出したいとか、でかい魚釣りたいとか、本数出したいんだったら、これ、このワーム使って。これ。オオサンショウウオ。これだけ使え。で、これ一袋1200円でちょっと高いと思うじゃない。僕から言うと安い。ね。一袋1200円で安くね。うん。金がねえ、金がねえって言ってる数に限っても働いてねえじゃん、つって。ね。いやいや、僕中学生だから金ないんですよ、高橋さん、つって、ワームくださいってやかましい子なのクソガキ、つって。お父さんの肩ね、一生懸命揉めと。日曜日、ね。パパ、ママに中学生とか小学生だったらバイトできねえんだったら、パパ、ママ、つって、今日一日、もう奴隷のように働くから、2000円ちょうだい、みたいな感じで、一生懸命家の仕事とか掃除とかだな、お父さん、お母さんを持ち上げてだな、気分良くしてあげて、そこでやっと対価が手に入れるわけ。最近のそのクソガキから、ただで物もらうなんて、ずうしいバカ増えてるもんだから。はっきり言わなきゃわかんねえな、頭悪いんだから。うん。っていうところですよ。だから金がねえとかそんな嘘だぞてめえって、てめえ働けこの野郎つって、うん、頭が悪いから働きたくねえつって怠けんじゃねえこのバカつってそういうことなんですよ。いいですか。だから1200円は安い、一袋ね、6個入り12000円にしてくれっていうメーカーさんに俺これ掛け合いたいよ。こんな高級品、うん、安易に1200円、1日働いたぐらいで手に入れてほしくないわこの最強ワームを。だからこれは一袋12000円でできればプレミア価格ついてほしいなと。うん。最近だからさ、言うんだよ。俺説教ばっかしてるから人生相談やってるからさ。で、まあ若い子とかも説教すんのよ。ただでやってあげてんだよ。金取らない。ほんだら金取るけど。ほんだったらめちゃめちゃ金取るけど、ただでやるんだけど、働きたくねえっつってるやつがいるわけ。うん。だから説教すんだよ。5時間でも6時間でも。うん。365日1年間、12時間、ぶっ倒れるまで働けって。その時に僕は働いたことあるんだけど、実際ね。うん。まあ20代の頃なんだけど、361年間休みなしよ。あ、月金で週6、月から土曜日、ガッチガチ働いて、ね。まあ給料安かったけども、日曜日はまだ別の仕事でバイトですよ。1年間365日、12時間休みなしですよ。で、これ1年間やってこないよ。辛いよ、初めの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月。で、半年、1年経った時に、途中からランナーズハイになってくるのよ。うん、ランナーズハイ、わかる？マラソンでもしんどいじゃん。初め、42キロ、うわ、何時間も走るのしんどいって言うんだけど、2時間、3時間超えた時に気持ちよくなっちゃうんだよね、働くことは。はあ、だから、僕は日本のね、本当に最近ね、怠けた本当ガキ増えてんで、もう本当にね、もう強制でもいいよ。うん。1年間、やっぱり365日ぐらい頑張れと。ね、それを20年やったら体壊すで、さすがに。はあ。ただ、そこも楽しくやったら体壊さないけどな。逆に健康になっちゃう。わかるか？よくいるじゃん。過労でどうのっつって。あれほとんど精神疲労だから。ああ。人間の体って、まあね、トヨタの機関工だったら無理だよ。うん。トヨタの機関工は地獄だから。うん。だけど、俺は山崎パンで12時間ね、毎日働いて、休みなしやって、12時間立ちっぱなしですよ。ね、行くまでに50分かかるバスで。行って帰って、拘束時間約15時間ですよ。15時間仕事に使って、家帰って風呂入って、歯磨きして寝る。そんな生活1年間やって、逆に健康になっちゃったんだから。体力ついちゃった。ああ。だから、最近の過労死の問題っていうのは、ほぼ精神疲労なんですよ。頭の悪い。本当に。だからやっぱり性格がひねくれてるっていう人が増えてるんでね。今。うん。
で、俺もまあいろんな人とね、まあ年間何十万人も人と会話してくるわけなんだけど、やっぱ頭の悪い人が増えてて、うん、で、そういうバカが、やっぱりの、なんていうのかな、やっぱ人を無視したりね。で、そういう精神疲労が職場でやると過労死につながったりするんだよね。精神を病んだりして。なんで逆に動いちゃえばいい、そういう時は。うん。工場行って働いちゃい。ガン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 。前に出るわけ。それが出たくないっていうのはね、本当もう無知でビシビシやっぱり縛られていかない。バーッと働け。ということでね、今回ちょっと調子に乗ってわけわからんこと話しましたけれども、60を入れ具にしたい人、これを使いなさい。今すぐに。簡単に釣れる。